はい、おはようございます。渡辺です。今日からですね、とあるチームの練習参加をさせてもらえるということで、今日からですね、4日間練習に参加させてもらえるんですけども、まず今日は初日の練習今から行っていきたいと思います。そうですね、自分にとってはこの練習でチャンスをつかめるかどうかで今後の進路も変わってくるので、非常に大事な4日間になるんですけども、まずは初日、思い切って、自分の、得意なプレー、そのドリブルの仕掛けから、シュートだったり、っていうのを、どんどん発揮できるように、頑張っていきたいと思います。若干ちょっとね、緊張しているというか、こういう一発勝負じゃないですけど、短い期間で、アピールしなきゃいけないっていうのは、自分自身も、あんまり得意ではないんでちょっと緊張してるんですが、とりあえず行ってきます。やりすぎた。やばい、白くなってきた。はい、ということで、今ですね、練習の方から帰ってきました。そうですね、初日の練習参加ということだったんですけど、練習の、内容としてはですね、そのチームの、選手、チームにどんどんいる選手と一緒に練習はしなくて、このご時世で県外から来た人たちが多いんで、練習生がなんで、その選手と一緒にしないで、ここのチームに集まった練習生の、僕みたいな練習生、大学生とかが10何人ぐらいかな、一緒に集まって、そこでだけの人数で10何人で練習して、それをスタッフが見てもらうという形だったんですけども、まあ、なんか初日で緊張もあったのか分かんないですけど、超疲れましたねめっちゃ疲れました。チームのスタッフの人がやっぱ見てるとこが、なんていうか違うというか、ボールを、ただなんていうか、自分結構受けたいタイプなんで、ボールを受けに行く、ボールを受けたいから、こうボールをもらいに行く、そういうプレーに対して、でそこは今もらいに行くとこじゃないだろうと、いや一旦離れてスペースを作ってから入っていくべきだろうみたいな、そういう指摘ももらったんで、そうですね、次回そのオフザボールのとこ、明日の練習ではそこを意識して、もうちょい自分がそのボールを受けたいから、降りてボールを受けに行くんじゃなくて、味方にスペースを、空けるような、そういう動きも、考えながら、プレーして、明日また頑張っていきたいと思います。で、そうですね、とにかく、ここ暇なんで、とりあえず眠いんで寝ます。はい、おやすみなさい。はい、ということで、今ですね、お昼寝から起きたんで、ちょっとなんか体が固まってるので動かしていきたいと思います。以前ガクさんに教わった股関節を柔軟性を高めるトレーニング、ストレッチをやっていきます。こんな感じで、ここを回転させる感じ。はい、で次はここにタオルを乗っけて、股関節をぐるぐる回していきます。ひねる感じかな。それで終わった。次は横移動かな。落とさないように。で最後は、ここの足裏に乗っけて伸ばす感じですね。はい、ということで、夜になって、この夕食の方を食べていきたいと思います。
ね、なんかわかんないけど行くと思わなかった。はい、ということで今お風呂に入ってきて、あとはちょっとストレッチをして、もう早めに、寝たいと思います。睡眠を長めにとって、明日に備えていきたいと思います。はい、でしっかりこの見てください、マカロリ T シャツを持ってきたんで、まああれですね、自粛期間のこのマカドリドリブルのマカドリの成果を明日出せるように頑張っていきたいと思います。それじゃあおやすみなさい。はい、おはようございます。今起きました。今から、朝ごはんの方食べていきたいと思います。はい、ということで今から、トレーニングの方行ってきたいと思います。今日は2日目の練習ということで、アピールできるように、出し切っていきます。それじゃ行ってきます。はい、ということで今、練習の方から帰ってきました。で今日はですね、また練習生の11人の中でのトレーニングだったんですけども、そうですね、パソコンやったり、あとは、ボール回しをやったり、で、あと最後は片方だけゴールのゲームをやったりしました。パソコンにしても、パソコンの練習は非常に長かったですね。でパソコンにしても、そのただ止めて蹴るだけをやってるとダメで、常にそのいろんな試合にで起こる状況を想定しながら、そのパスを止めて蹴るだけじゃなくて、もらうときにどういう動きをするか、それで一度そのじゃあ一回パスを落としたら次どこに動き直すのかみたいな、であとは目線ですね、ただボールだけを見てるんじゃなくて、もっと遠いとこを見ながら、プレーするようにみたいな、そういう風な指摘をすごいされましたね。はい、なんでそういうとこも意識してまた明日も取り組んでいきたいと思います。でとりあえずはあれですね、今お腹が空いたんで、お昼ご飯食べていきたいと思います。とりあえず練習が午前中終わって10時半からかなやって、で、まあ、1時ぐらい帰ってきて、で昼ご飯食べて、まあ、そこからもう全くすることがないっていう、暇なんで、まあ、動画編集とか、その辺をやって、そうですね、まあ、でもそれでもなんかどっか行けるような立地でも立地でもないっていうか、あれなんで引きこもるだけですね。はい、おはようございます。今日はですね、3日目の朝ということで、今からトレーニングの方行っていきたいと思います。はい、ということで今、練習から帰ってきたんですけども、今日はですね、すごい軽めの練習で30分くらいかな、ボール回し、とパソコンもやってないの、ボール回しとあとロングパスぐらいしかの練習しかやってなくて、であとはその後ちょっと映像を見て、ミーティングという形だったんですけど、明日試合が練習試合があるということで、それに向けて、今日は調整ということでした。とにかく今日はいい準備して、そうですね、明日の試合で、いいプレーを出せるように準備していきたいと思います。見て、ほら、カエルです。はい、おはようございます。今日は最終日ということで、ラスト、試合があるということで、最後自分の良さをしっかり出して、結果という形でアピールできるように、頑張っていきたいと思います。それじゃ行ってきます。はい、グッドダウンの、4日間の練習参加が終わりました。ちょっとそれぞれの練習どうだったかっていうのは、家に帰ってから話したいと思うんで、とりあえずは帰ります。今から6時間ぐらいかな、とりあえず帰っていきます。はい、ということで今やっと家に着きました。いや疲れましたね。はい、で、今日はですね、練習試合の方が最終日あって、で自分は2本出たんですね。で2本出させてもらって、で一応その1得点は得意な形で、上げることができました。まあ、そこは良かったと思うんですけど、まだまだその体力面、というかそのチーム的に
攻守の切り替えとか、あとはプレスバックだったり、あとはその前に出てく力っていうところをが求められるチームで、そこができない選手はうちには入れないよというふうな感じで監督からも言われてたんで、そういう面では自分はまだまだそこが足りなくて、そこをやりつつ、そこのハードワークっていうのをやりつつ、最後のゴール前での質っていうのを、出せるようになれば、もっともっと良くなるんじゃないかなというふうに思いました。はい、で4日間を通してですね、出来としては、この練習生が他にも何人かいたんですけど、その人たちと比べて自分が なんていうか目立つような、そういうようなプレーをできたかって言われれば、そんなできてないなというふうに感じました。はい、そうですね、その緊張だったり、あとは初めてやる環境、初めてやる人と一緒にサッカーをやる中で、そのあまり自分の思い通りにいかない部分もあって、それも含めて、自分の今の実力だと思うんで、そういう意味では、全てを出し切れたんじゃないかなというふうに思います。はい、でサッカー、今回は、このチームに入れるかどうかわからないですけど、そういう形でいい経験ができたんで、これ今後またサッカー続けていくので、自分がサッカープレーヤーとして成長していけるように、今回学んだことを、今後の練習に生かしていきたいと思います。はい、それじゃあもう眠すぎるんでお風呂入って寝ます。バイバーイ。世界は喜びが